皆さんこんにちは農学エトセトラ11月の配信になります皆さんいかかがお過ごしでしでょうかこのプログラムは能楽への興味を持たれている方により能楽へ親しむきっかけを感じていただければという目的で始まった番組ですこれまでですね能楽へ興味のなかった方でもこの番組を聞いてちょっとでもきっかかるものがあれば公園に行ったり何か調べてみるなりそういったことをしていただくきっかけになればいいなと思っております今回もどうぞよろしくお願いいたします え今日はというか今日も農学士の松山貴之さんと一緒にお送りしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっといつもと録音の環境が変わっているんでそうなんですよねなんか豪華なセットみたいになってるんですけれども <laughs>、はい、ラジオ局みたいですラジオ局で、ね、<laughs> はい今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします 本日は11月17日もう直前になってしまうんですけれどもこちら行われます梅若能楽学院会館で行われる梅若会別会能この講演についてお話をお伺いします農が2番かかりまして清常それから大麻この2つがかかりますちょっとまずお伺いしたいのは、はい、あの別会のということで、はい、まあ 年になかなかあるもんじゃないというかですね、あのー、普段月に1回停止機能っていうのを脈会ではされていると思うんですけれども、ねはい、ま確かにこうやって見ると午前11時開園とかだったりですねあとちょっとお値段の方も変わったりとか、ね、いろいろあるんですけれども、はいはい、別海能っていうのは一体どういうものなのかっていうのをちょっとお伺いしてもいいですかね。はいえっと、停止機能と呼ばれている通常 公園と比較して、はい、少し特別な演目や我々でいうと免装束も良いものを使う、まあ、古いものなどを使うという機会になっていて、はい、その分、えー、少し大事に扱われている。 演、うん、の会になります。はい、はいはい、ありがとうございます。まあ、演目だけでなくて小書きがついていたりです。とか。はい、まあ、ちょっとその内容自体も、うん、まあ何かいつもとはちょっと変わったような、うん、ま、そういったものがかかるということですよね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、その上で今回は2番かかるんですけれども、まずは気をつねという番組があかかります。はい、ま、これはご存知の方もあの。 演目の内容とかご存知の方ももちろんお聞きになっている方でいらっしゃると思いますし、はい、あるいはあ姉妹であったり前林っというところで定式、えー、機能の中でもたまにこう繰り広げられたりとか。そうですすね、うん、比較的目には、えー、はよく目ににはよくる 演目の名前やっぱり平家の話で修羅物のまさしくちょっと代表的な演目になるのかなと思うんですけれども今回は小書きとして「恋のねはい。こちらがついてるんですね。これはちょっと何かこう特徴があるのかなという風に思うんですけれどもこれについてちょっとお伺いしてもいいでしょうか。という金ですが例えば 月岡義俊さんの浮世絵なんかにも、はい、あの船畑にたたずんで笛を吹いているような絵が表現されたりするこの人は「笛」という楽器に少しゆかりのある人になります。はい、で、えー、実は源平の河川で命を落とすんですが、はい、自ら命を絶ったという人です、はいえーま、海に飛び込んでという受水をしてしまった。 はい、この物語冒頭ではその受水後のお話になってまして、うん、家臣が、えー、都に残してきた清恒の奥さんのもとに片身の品を届けるという場面から始まります。はいえー、すると悲しみに打ちひしがれるその奥さんが、はいえー、眠りにつく中で夢枕に清恒の霊魂が現れてそしてこの清恒は身を 投げたことを恥じる中でもさらに妻が追求をしてくることによって自分たち金田氏たちはどういう心境でこの原平の河川に今あるのかといったことが語られていくという作品です受水をするようなことは心の弱さを表現させていくのではなくてこの曲では そこまで落とされてしまうその心境の苦しみうん、うん、金田氏たちが例えば源氏の旗と見間違えるほど白い鳥のことを源氏が寄ってきたと、はい、え苦しみの最中に家中にあったというようなことがこの曲を通しても大表現されていくものにもなっていきます。 残された奥さんの前に、えー、夢枕に現れる清常が壮絶な戦いをしているわけですよね、まあ、実際にこうあの戦地に赴いた時に、はい、でその時の苦しみとか、うん、そこに何があったかみたいなものが舞として表現されたりとか、うん、まあそれこそ、まあ、修羅物ということになると思うんですけれども、うん、まあそういったところで今回の小書というか特徴的な演出として先、ま、ほどおっしゃったように笛っていうのがあるわけですよね。はいうん で具体的にはどのような、まあ、特徴というかですねここはちょっと見どころだよっていうような、はい、あの演出になるんでしょうか。はい、えのでその登場の中か方がこの「恋の寝取り」になると変わりまして、はいええ、え笛が普段座っている場所ではなく舞台の中までにじり進んできて、うん、お一人で 幕の方に向かって笛を吹き出します、うん、そして、えー、他の林、渋滞みんな微動だにしないようにじっとその笛の音色の中に溶け込んでいく、はい、すると静かに幕が上がり気、はい、清常の霊が本当にゆったりと登場してくる、うん、そのような演出になります通常出林というのはずっと演奏され奏でられているところに その運びの中に歩み入れてくるものなんですけれども、はい、この「恋の寝とり」は実は笛が奏でられる時間と無の音が全くない時間とが繰り返されるというちょっと特徴的な演奏が施されてそれに合わせてしても歩きながら 徐々に徐々に3の松2の松1の松舞台と進んでくるんですが笛が鳴りやんだ時には歩みが止まりいわゆる波がこう寄せては引いてのような印象が少し現れる独特なおよそ5分ぐらいですかねはいとても長く感じる5分です。はい やっぱり残された奥さんが、まあ、その家臣の方がやってきて形見、はい、として、まあそのまあ、清その髪の毛というか威髪、はい、を渡すと、ねはいう通常の清ねの時は守り袋といって布包みを持ってくるんですね。はいええ、ですが梅若家では、えー、この「恋のねとりのこがき」の時は本当の、えー、髪の姿の,姿のものを、ええ 持ってきます。すね、使われるものも違います。はい。受け取る妻が、えー、一手にお客さんの方に向きながらその肩身を見入っているという場面があるんですが、はい。それがまさに髪の毛になっているので、はい。ちょっと現実的で怖い場面でもあるかもしれません。んはい。なんかそこでこう嘆き悲しむ姿であったりだとか、まあそこでのなんかこう,うんなぜ こう自ら命を絶ってしまったのかっていうやるせない思いみたいなものがある中でかある種その、うん、笛の演奏そして静寂の繰り返しみたいなのが緊張感を作って、うん、なんか舞台全体が締まるというか、うん、その中にこうふっと現れてくる清常がのなんでしょうねコントラストというか対比みたいなのがすごいよく、うん、伝わるような、うん、あのこの 独特な演出方法なんじゃないかなという風に思って、そう、はいう楽しみですよね。コインのね取りってこの、うん、この小書きの意味というかですね、文字面の感じも、はい、そうやって聞くととても素敵な名前だなと。 他の「金ちの曲で「道森」という作品がありまして、はい、その曲も夫婦をテーマにしている曲なんですが清恒、はい、もやはりその夫婦で舞台に現れているという作品清恒、うんえー、の場合は片やまだこの世に生前している生存している奥さん、はい、そして清恒は命を落としているという、うんまあ、この世とあの世の境はあるんですが、はい、それをこの「 笛という音で結びつけまた次第に話されていくという,う少し悲しみも憂いも帯びているとののななかはいその憂いみたいなものがこう音として表現されつつ、はい、その音に誘われるように清常がやってくるみたいな表現というか、あのー、そういう情景もなんか頭に思い浮かびました。はい、はい これ世阿弥が作った作品だとは思うんですけれどもその修羅、まあもっと言うと平家物の中でも、はい、清恒っていうのはどういう立ち位置というか松山さんん的にには結構どんなように見てますか、うん、清恒自体は、はいえー、この前9月の公演で「常政」という作品がありましたけれども、はい、やはりあの比較的ポピュラーな作品ですね。はいうん、で恋の寝取りになると もう本当に飛躍してグーンとやはりそれだけ幅広い作品であって、はい、でまたその夫婦が語り合う場面なんていうのは金断ち物であるとちょっと現実的な対話の場面があって、はい、そして「修羅の地獄」の場面も表現されると彩りがものすごく多様に作れる、ね。はい 作品ですね面白みのある一番だと思いますうん、うん、はいありがとうございます、まあ、なかなかこう停止機能でもかかることがない、まあ、演目にはなると思うので、はい、ぜひこの機会にですね、はい、見ていただけたらなというふうに思います、うん、はいありがとうございますそして錬金、えー、姉妹狂言を挟んでですねもう一番のがかかりましてそれが絶え間という曲になります でこちらも小書きがついているんですけれどもこれはですねちょその物語を自分の頭の中でいろいろ整理しようと思ったんですけれども、はい、なかなかこう頭に入りづらいとか難しい曲なんじゃないかなって僕は思ったんですけれども、はい、率直に今瀬話さん的にはどういう曲だと思いますか、ね、えと、うん、今回タイマーは「ボサのかけり」という小書きがついてるんですが、はい、このタイマーは小書きがついてなくても「 とてても重きを置かれている作品です、はいえー、登場する前しても、えー、老婆の姿であってそういった作品というのはすごくもともと位と我々呼ぶんですが位の高い作品となるんですけれど、はいまあ、お寺の縁起にちなんでいながら、えー、名物品の曼荼羅にちなみそして、えー、仏教の えー、奥伝のような様子を彩ろうと努力する作品で全体的なそのおぼろげさと、えー、コントラストの濃淡の,の、えー、表現などが清、まあ、ねのようにパッと見でわかるものではなくて、うん、少し前にあった「芭、え、蕉、ー」という作品のイメージさせていく脳というそんなものがこの「唐山」には 十分にこう詰め込まれているはい。そうですね、あのー、今松山さんもおっしゃったように、まあ、これはあの、まあ、今も奈良県に存在する妙、はい、寺で、まあ、ここにある、まあ、その曼荼羅の図,図というかです、ねまあ、図ではないんですけれども曼荼羅がまあ由来となって、うん、なおかつそれも今現存しているっていう。うんはい まあ,ある意味そういう,うある特定の土地であったりだとか、まあ、お寺の縁起にちなんだような作品になっていて、うん、まあむしろそれが普遍的に普遍的なテーマとしてまあ扱われるっていうことで、うん、今全国でいろんな各地であの野の公園であったりだとか、うん、まあもっと他の伝統芸能にもなっているっていうものだと思うんですけれども、うんうん、で、あのーまあ、その唐山寺にある曼荼羅っていうのが あの肉筆画とか、うん、絵で描かれたものではなくて、うん、実はこう布でで折られたものなんですよね本当にそれは物語の中でもとか今度の講演の中でも、うん、まあ登場してきまして、まあ、ある全国各地を回る僧があの、まあ、実際奈良の大山寺を訪れた時に海女さんと牢 老田海まさんと、まあ、もう一人若い女の人と出会うとで、まあ、その老、まあ、田海女さんがいろいろとその縁起であったりだとか、まあ、この曼荼羅の由,由来であったりそういったものについてこう語るっていうところで,、うん、でその中で、まあ、中将姫っていうのが登場してきますよね、はい、これ重要な人物で、うん、まあ後々あの後場で登場してくる。 後世として、ね、後してとして出てくるわけですけれども、はい、この中条姫についてもちょっとお伺いしてもいいでしょうか、はい、この中条姫の伝説がこの大魔神の縁起の中に登場してくるんですが、はい、実は能では少し大事な人として使われているんだと思うんですけど他の曲「はいうん、ひばり山」という作品で、はい、この中条姫が幼少期に親に捨てられていてという物語があります。うんうん、はい そのひばり山では、えー、その中将姫をかくまう、えー、身内の者がいて、はいえー、その人物のおかげでまた親元に戻れたというお話になるんですがうん、うん、その後、えー、この大魔寺に出家をした中将姫がこの曼荼羅とのゆかりも語られるようなお話になっていてうん、うん、で能の中では、えー、その縁起に出てくる「し、え、て、ー、とつれ」ですねこの老二「牢に」 おばあさんの二と若い姿の人物二人がそれぞれ仏如来と菩薩で化身であるというのがその大魔寺に残されているお話と重なっていくで近くに「二神の山」というのがあるんですが「二」に「上」と書いてでそれを「二乗と脳の中では読み替えて。 にが昇るというそんなお話と重ねられていく。まあその人の姿でありながら天に昇華していくそんなお話があって、それらもこの中では少し表現されていきます。山を登る老体がよろよろと上がっているような姿が本当の一場面ちょっとなんですけれども、うん。うんはい 色濃く表現されていったり、うんうん、そして後半の方では若々しい姿で十行姫が華やかに現れてくる。はい、本当に生徒動画、すごく丁寧に作られる一曲になります。うんうん、はい。そうすると、これはあの最初に登場する層というか、あの脇にとっては、うん、えっとまあ、3つの人ならざるものみたいなものと。うんうん うん、相まみえるわけですよね、はい、まあそれこそ先ほどおっしゃったように牢、うん、にお、はい、いた尼さんであったりだとか、まあ、そこについてくるものが阿弥陀如来であったりだとか菩様だったり、うん、でそこから、えー、後場ではあの中條姫が、えー、の霊として現れてきて極楽浄土のことについて説いたりだとかするっていう時にう、ねはい、なんかそうすると今までは これまで話してきた能の構造みたいなものともうちょっとまた違うような気もするんですけれども、うんうん、そうですねあのまんざら自体がこの世じゃないものを表現してますが大麻、うん、は多分前半前歯が人間界、はいはい、そして後歯が中條姫が降りてくるというよりも、うんはい、脇層が中條姫のいる 天井界に引き上げられていて、はい、その世界を垣間見てるんじゃないかなというような解釈があると一つ面白いかもしれませんね舞台自体は何も変化がなく作り物が出るわけではないんですが、はい、少しページをめくってみて見分けていただくと確かに確かに。やっぱりその場自体は セットチェンジみたいなものがあるわけじゃないけれども、うん、何かその雰囲気であったりだとか、はい、まあその五感を駆使して何、うん、かその表情というか世界が変わっていく様みたいなものがこうシームレスになっていく、うん、変わっていくっていうところを見,た、はい、見れるんじゃないかなと思うんですけれど、うん、まあそういった時に、まあ、今回もこの「小書き」があって、はい、でこれは「ボサの掛けり」っていうものだと思うんですけれども。はいはい このの演出ならではの特徴みたいなものについててももお伺いしてもいいしですかね。ま、はい、の通常演出ですと後の中條姫は早舞という少しノリの良い舞を軽やかに舞うわけなんですが、はい、この「ボサの掛けりという小書きがつくとその早舞は省略されます省略と言いますかそれに代わっていわゆる「掛けりと我々が呼んでいる舞台を二巡りぐらいする。 えー、動作に所作に変わるんですがそれがこのボサのかけりという時にはより、えー、特徴的などのような特徴かというと静かなところとノリのいいところはちょっと、えー、連綿として、はいえー、緩急が表現される他の羽衣という作品の時にも、はいえー、同じような動きを名前は違うんですが、はいえー、することがあります、はい、やはり羽衣も あのこのチラシの表に載っているようなこれは実はハスの花を冠につけているんですけれどもハスというのが極楽浄土にえとてもつながりのあるえ植物ででえそういった羽衣の時には天井界月のえ表現としてこのハスの花を頭に頂い,いていたりすることがありますま。それだけそのこのののかけりの時には 早い、えー、の代わりにゆったりとした動きや少しノリのいいところをコンパクトにまとめた、えー、浄土のイメージを強くしようと早舞、はい、で元気よく変えてしまうんではなくてどちらかというと前歯で作り上げた丁寧なその曼荼羅また仏教の穏やかな人々を包み込むような様子を あまり崩さないで後も行おうというのがこのボサの掛かけりの演出なんではないかなと思いますうんうん、うん。この番組そのものでというか前半から後半にかけて、はいはい、まあその世界観みたいなものを保ちつつ、ねはい、展開していくっていうようなことですよね。うんはい、んなんかその割と感覚的な、うん、あの能なんじゃないかなというふうにこれは思ってるんですけども。はい、あの変わらないようにといっても 演者側はやっぱり前と後というのは変えなければいけないので、はい、じゃあどうやって変えるかというとものすごく丁寧に細かく変化させるという,うやはりただのタイマーよりもこのボサの限りの小書きがついた方がより難しさは演じる側は上がりますね。なんかそのちょっとレベルの高さみたいなものも一つ楽しめるあの番組なんじゃないかなというふうに思います。はいはい ありがとうございます。この別海の脳は気をつねそしてえ馬この二番がかかる脳になります。はいはい、じゃあ最後にですねはいはいあのー、今回の催しについて改めて紹介します梅雨明快別海べっかいのう今回は11月17日日曜日に、えー、開催されます。今回は午前11時の開演になります。いつも1時なんで今回は気をつけて。そうです、ね。2時間早い午前です。はい お越しください。場所は梅坂農学学院会館です。皆さん揃ってお越しいただけますようお待ちしております。はい。本日も松山孝之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは皆さんさようなら。失礼します。